おはようございます今日はねなんかなぜか急にね待って朝ちょっとみんなと過ごそうって思ってもう実はね起きて結構1時間以上経つんだけどさっきっ起きたぶらせていただきましたのでなんかねそう朝について言いたいことはね まあたくさんあるんですけどまずは本当に静かっていうことまあ東京に住んでる方は申し訳ないんですけどこちら茨城では本当に静かだね鳥の音とさ、まあ、鳥ぶってる虫の音もん虫よりそれとも虫みたいな鳥でもねやっぱこういう朝に静かな時間を神様と過ごすっていうのが、はあ、どれほど 上位なのか、嬉しいた喜びなのかっていうのをね、実績しますさあ、あなたもぜひということで、ちょっと、この辺の小さいマイク使ってニュースキャスターをありたいと思います。朝はね、やっぱりコーヒー、しかもこのカップ見て、これしっかりあのスティーブンっていうあの俺らの友達、信楽焼きなんだけど、陶芸家、陶芸家なんやで。 ほんま美しくてるな中もビューティフルなんか俺のね基本朝することとしてはなんかまず起きるじゃんでこう祈って朝一の祈りしてでコーヒー作りに行って俺さこれみんな見たことあるか分かんないんだけどこれこれちょっと子供用なんだけどなんか毎日のデボーションのなんか一箇所一箇所を 聖書の言葉をくれるところでなんか最初にまずこれを見るのね今日は10月で今日のところは「あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り私の道をことごとく知っておられます」詩編の139編3節っていうところなんだけどこうやって毎日毎日こう聖書歌詞を与えてくれてなんかほんと不思議なことにね神様ってこれ これをめっちゃ用いてくれてなんかねすごいあの超ドンピシャなところとかも,もうめっちゃあるの本当に俺がそういう状況状況であのいろんなこうシチュエーションにある中でこう悩んでることとかあったらね不思議なことにこういうのを通してもドンピシャな箇所を与えてくれたりすんのね不思議なことにハレルーっでそれを見てまあ、できればこう覚えて箇所もねあの見言葉も覚えて 何をするかっていうと何かこう通読してこう通して読む今はね紙編読んでんだけどあの別に紙編まで読み通したわけじゃないです実は <laughs> しっかり途中飛ばしてしまいました神様ごめんなさいだけどそう今紙編読んでてあのね何をするかって俺最近ねボイス最近オーディオ聖書めっちゃ使ってて こう自分が喋る代わりに誰かが喋ってくれますからそれを聞きながらしっかりこう目で追ってでいいとこあったら「<laughs> でしっかりやってっていうのをやってるねでなんかうんやっぱ朝一朝一番一番最初一日の一番初めを 神様としっかり静かな時間を過ごすっていうのはね、本当に大事だと思う。特にこの現代の何もかもが忙しい時代には特に、もう正直一日が始まってしまったら、もうみんなどうせ忙しいやろ。忙しいし、仕事行ったら仕事行ったで、で、そして学校行ってる人もいるだろうし、で、夜は結構疲れてしまったりするから、なんかこう夜は。 どっちかというともう寝る <laughs> という当たり前なことを名言風に言ってしまいましたけどでもなんか夜は結構疲れてしまっている時とか多いからなんかやっぱ朝過ごすっていうのがねすごい大事なんだと思うで朝を過ごしたらもう本当にもうその一日の一日中残りを本当に神様と過ごすことができるもう朝このソレッドこの硬い時間を神様とこの しっかり神様と時間を過ごすことによってもう残りの時間を本当に常に彼神様のことを思うことができる状況状況においてこうすぐこう神様を思ったり祈り始めたりとか3秒したりとかっていうのがもう一日中続く気がするのねでも逆にこの時間を朝持たないともうなんかずっとダラーっとしてしまうでなんか 祈りたいけどなんかね、だらーっとしてしまうことが俺あるので結構個人的に。だからこの朝、しっかりと時間を過ごすっていうのは、すごい大事なんだなっていうのをすごい思わされた。個人個人、やっぱり神様と過ごすデボーションの時間ってあると思うんだけど、俺は本当に朝おすすめ。いや、外静かやしな。変な。うるさい人とか外歩いてへんし。あと 鳥がこうバックグラウンドでさ、しっかり演出してくれてる、チュン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 って言ってね、それもすごいいいし、この太陽を浴びることによってこう、さらに神様のこの想像に対しての感謝もできる、そして新しい一日への感謝、oh, Thank you for giving me another day、oh,、神様、ありがとう、コップンカーっていうのをするのすごい大事だと思うからやっぱそうすると、 一日中ねすごい神様に近づけられるから本当におすすめっていうのを今日言いたかったですじゃあもう一回さっきの箇所を紹介するねここみんな今日覚えて帰ったや紙約三3 9編の3節。あなたは私の歩みと私の伏スのを見守り私の道をことごとく知っておられます Amen. 神様、俺らの計画もね、全部立ててくれて、すべて彼に任せれば彼が導いてくれるっていうのをね、教えてくれてると思います。私の道をことごとく知っておられます。俺が生まれたとこから死ぬところまでもう導いてくれる。何も心配ない。It's all yours.Amen.Go bless you, everyone. みんな、神様としっかり時間過ごしてね。バイバイ。